はい、ともくんチャンネルです。はい、ちょっとね、今回はまあ、レパード J フェリーの方完成すると予告してましたが、それちょっと置いといて、今回ですね、まあ、今日なんですけど、またね、ホビーショップメガドクさんで、このキットですね、はい、これ青島さんのキットで、ホンダのステップバーンですね、はい、で、これまあ、ここにもはい500って書いてますが、これねホビーショップメガドクさんで、まあ、ジャンク品だったんですけど、それが500円で僕買ってきました。はい、まあ、部品はねついてます。はい、部品はついてて、まあところどころの部品ね、まあ、ランナーから外れてますが、まあ問題ないです。はい、でこれね僕24分の1かなって、思ってたんですけど、まあ箱の横ですねとか説明書を見てたら、20分の1っていうのになってました。はい、でもね、まあ説明書とかこのキット自体は20分の1だと思うんですけど、はい、先にお見せしますが、デカールですね、まあこれもステップバーンのデカールなんですけど、まあ、どちらでもいけるとかなってるかなと思うんですけどね、これ24分の1とで下、20分の1って書いてますね。はい、まあ、このベストカー、ヴィンテージのシリーズが24分の1でこの中の、ステップバーンは20分の1ってなってるかなって思うんですけどね。はい、まあ、僕もねびっくりしたんで、先にこの20分の1のステップバーンが24分の1のデカールあるんかなと思ってね、見てたらこの上に24分の1って書いてて、下の方に20分の1っていうのも書いてます。はい、まあホンダなんでね、無限とか、はい、無限とかね、まあこれグラちゃんとかの方でもこのトラストっていうね、のも書いてますけどね。はい、まあ青島さんのあれなんで、はい、トラストもありますんで、まあこの、デカールっていうのは作ってで、説明書の方でちょっと見て貼ります。はい、まあ、ナンバーも3パターンですね。はい、あります。はい、そんな感じです。で、ホイールもこれですね。はい、こういうホイールもついてて、でバックミラーもね、はい、バックミラーもこういうメッキのやつですねもありますし、で、こちらのね、はい、こういう、まあ、ミラーステーがついたような感じのバックミラーもあります。これもね、使うんでしたら、メッキみたいな感じの色にしてみます。はい、はい、でまあホイールもね、まあ2つに、2セットですね。まあ、これはノーマルみたいなやつかな。はい、になってます。でこれ足回りね、フロントの方はバネが
つきますね。はい。まあ綺麗ですね。まあ僕のオリジナルの色でね、やりますが、今のところ、黄色ですね。はい。まあホンダでしたらね、バモスとかね、まあ昔ですね、まあバモスとか、ライフかなとかもあった時の、はい、時代のやつですね。はい。まあこちらの方が早いかなって思うんですけどね。はい。まあここからね、だんだんと大きなワゴンとかで、まあステップワゴンとかね、そういうのもできてきたと思います。はい。まあ先祖っていうか、まあそんな感じのやつですね。はい。これがステップワンのボディになってます。はい。僕も初めてこのステップワンは買いました。はい。で、内装ですね、これとかこのシートのやつがですね、がランナーから外れてました。はい。まあ、部品はね全部あるんで、はい。でまた説明書の方で使う部品と使わない部品がありますが、はい。まあこういうねマフラーみたいなやつとか、こういう V の字みたいな感じの部品ですね、はい、とかは使わないっては書いてますが、まあ何かに使えたらいいかなと思います。はい。でサーフィンのボードかなとか、はい。でテニスのラケットとかね。でこれが何かな、まあラグビーのボールかな、はい、になってますね。でローラースケートですね。はい。なぜかここにバイクのまあハンドルですね、はい、がついてます。バイク自体はついてないんですけどね、はい、このハンドルはついてます。はい。でオーバーフェンダーっていうか、まあちょっとねそういうのもあるんですけど、本当はね、まあ、説明書ではこのね、フェンダー、オーバーフェンダーのやつをつけないっていうようになってますが、まあ僕はつけるかなって思います。はい。でここにね、まあ、一応リアの、リアシートの後ろぐらいにつけるやつかなって思うんですけど、ここにまた作っていくときにね、一個ずつ紹介しますが、この部品ですねっていうのはスピーカーです。はい。それもつけるときにはまた紹介します。はい。まあこんな感じですね。で足回りとかバンパーとか、ハンドルとかダッシュボードとかですねになってます。で、クリアパーツでガラス面とか、まあヘッドライトとかですね、まあ、テールとかもあると思います。はい。そんな感じですね。はい。まあまたこれね、今はボディは、黄色になってますが、僕のオリジナルで何かの色ですね。はい。まあ一応ね、可愛らしい形になってるんで、ね、まあ黄色でもいいんですけど、何かの色でちょっとまた可愛らしいような感じの色にしていきたいかなと思います。はい。まあこれね、作って色を吹いて、また近々紹介しますんで、よかったらその時は見てください。はい。それでは今回は、今日ですね、ホビーショップメガドックさんで買ってきた
これ20分の1のステップバンですね。ホンダのステップバンの部品紹介をしてみました。はい、まあこんな感じでジャンク品っていうでもね、安く手に入ります。はい、まあ、僕はこれ500円で買ってきたんで、はい、まあ、高くてもね1000円とか1500円とか、まあそういうぐらいの、ね、値段でホビーショップメガドクさんでもジャンク品とかでも、はい、販売されてますんでね。はい、まあ、その時は買う時はもうお客さん次第ですね。はい、まあ、中身を買う前に中身を見て部品があるかどうかとか、これでもいいんだったら、買うとかっていうような感じでね。はい、お客さん次第で、まあホビーショップメガドクさんでは売ってますんでね。はい、まあ僕もね、一応買う前には中を調べてやってますんでね。はい、まあ、そんな感じでお店もやってます。はい、まあそんな感じで僕もねこれ買ってきたんで、また近々作って紹介します。はい、それでは今回はこんな感じで、部品紹介をしてみました。はい、お疲れ様でした。また次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。